それではこの時間からは毎日展望をお届けしてまいります。本日も解説をしていただきますのはスポーツ報知の長谷昭典記者です。長谷さん、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ボートレースチケットショップ松浦解説5周年記念、本日2日目を迎えました。さあ、長谷さん、早速初日の振り返りをしていきたいと思うんですが、さあ初日なんですが、イン逃げが6本と12レース中半分という結果だったんですけれども、うん、さあそして第12レースに行われた発祥地選抜なんですが、1号艇の赤坂俊介選手逃げ切りましたね。逃げましたね。はい、はい、さあその第12列ご覧になった印象としてはいかがでしたか。いや、みんなしっかりスタートを決めたけどね、うん、まあ、赤坂選手が受け止めましたよと、はい、いうところでしたね。そうでしたね。まあ、そして、まあ、長見戸選手が2着に入って、うん、中澤選手が3着だったと、はい、まあ、赤坂選手はまあコース有利に押し切ったけどね、うん、コメント的にはなんかね、あんまりね、いいことは言わないんですよね、普通って。そうでしたね。まあ、でも唯一の連勝。そうでした。ただね、はい、お昼の時間も、うん、夜の時間も上がりタイムが1分48秒8なんでね、タイム見ればやっぱ、あ、問題ないと思いますよ。大きいですよね。はい、さあそして唯一の練習発進が先ほどおっしゃっていただいた赤坂選手、そして2走に連帯もいらっしゃいまして、長溝選手、富永選手、飯山選手、小葉選手、中島選手の5選手意外と多いですね、2連帯というのはね。はい、ただこのメンバーの印象としては改めていかがですか。あのね、中島選手以外、はい、長溝選手、富永選手、はい、飯山選手、小葉選手、はい、この4人でコース上記なんですよ。だから切れ気通りに船足がいいんでね、はい、うん、ちょっと彼らこの4人についてはちょっと2日目以降もね、活躍してくれるんじゃないのかなと思ってます。ぜひ注目してほしいですよね。 あと何か気になる選手いらっしゃいましたか。女子選手の高田ひかるさん、はい、ダーヒーさん、ダーヒーさん昨日挙げてもらってましたね。あの展示タイムは全権無知番通りだったけど、はい、昨日もさ、すごかったね、タイムが6秒78と。で、面白いコメントが一つあって、はい、まあ、後半の前半でですね、うん、スーパーエース57号機の選手よりも伸びてたらしいんですよ。すごい比較ですね。ちょっと57号機でアンドレースで転覆しちゃったんだけどね。そうでしたね。でも高田さん、その後半のレースも参加度からもう豪快に攻めていってスタートもいって、はい、ちょっといいですね。やっぱ彼女のレースでもワクワクしますね。ぜひ長谷さんにも注目して狙ってみたい選手の一人ですよね。いやでもね、もう全国のファンの方もご存知ですが、高田ひかるさんが強い、まあ、伸びているっていうのはね。はい、ぜひその高田ひかる選手の今日の走りでもぜひ注目していただきたい。高田ひかる的に船足ひかるって感じですかね。ピカピカな感じですかね。わかりました。ありがとうございます。さあそれでは今日もですね、長谷さんには2レース予想していただきましたので、はい、そちらのフリップをご覧いただきましょう。さあまずは、今日の注目レーサーなんですが、長溝和樹選手を挙げていただきました。さあ気になる注目ポイントお願いいたします。パワフル25号機は健在、一気に逃げる。ありがとうございます。やっぱこの25っていうのは本当ね、はい、大村を代表する高モーターですからね。やっぱり昨日もなんか、まあ、前傾の特訓から来は良かったんですよ、はい、で昨日がね、あの、はい、特にあの前半のねレースで、うん、まあ、6号艇だったんですけどね、はい、前月に動いたレース、はい、実はあの高田ひかるさんとかね、うん、スーパーモーターの57号機があったりした、いました、ね、ちょっと嫌な番組だったんですよ。そうでしたね。本人言ってました、はい、伸び型のエンジンが多い中で出られることなかった、はい、おやっぱりいいんだな。いいですよね、そういうコメントが出ると。昨日の12レースも道中見てても力強さ、まあ、レース足いいなというふうに感じましたね。そうだったんですね。だからちょっと長溝さん、やっぱりこれいいんですよ、はい、メンバー的にもこう新入、うん、前付けはないでしょう、はい、まあ、長溝さん相手に行く人もいないと思いますよ、ここ、まあ、そういうメンバー見てもね、はい、まあ、そんなゴリゴリ行く人いませんからね。まあ、赤坂選手が4カードにするメンバーでしょうね、はい、そうですね。さあもう長溝選手、はい、大村ではね、陰線は6連勝、うん、そして10走連続2連対中、はい、フライングを持ってますが、まあ、スタートさえしっかりいけば、うん、まあ、遅れなければ極端にね、はい、押してるんじゃないのかなと思って本命にしました、うん、はい、気力の良さを生かしての長溝選手をまず本命の20丸、そして対抗評価はやはりこの方、昨日連勝した赤坂俊介選手ですね、はい、やっぱり角ならスタート行くでしょう、うん、脅かす、ただぐい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 って伸びるような足じゃないと思います。あ、なるほど。あ、まあ、伸びても少しかな、ダッシュ分伸びるぐらいかな。でここね、実は秋山選手がね、はい、前傾尾はもうずり下がってて、本人がね、うん、このモーターダメでしょって言ったんですよ。
そうだったんですね。でも昨日はキャリアボデーを変えて上積みがあって普通にはなってる、少し、だから赤坂選手を止める可能性がありますよね、うん、でも赤坂選手行ってようと思ってるのは大口選手でしょ。そうですよね。彼もこのコース上記、これもね、はい、出足がいいモーターなんですよ、はい、だから本人としては赤坂選手行ってください、僕は指しますからねっていうところでしょうね。ついてきますっていう感じですよね、うん、後の選手どうでしょうかね、まあ、森選手は直線は悪くないと思います、うん、だって昨日はね、ターン周りがまだ合ってなかったですねって言ってましたね。だからちょっと2コースなんでね、しっかりと出足をね上向かせたいですね、うん、松井選手は昨日なんかえらい部品が変わってましたねもう目で追うのが大変必須でした。僕が書き込むのが大変でした、はい、なんかセット変わってキャリアボデー、外キャブ変えていろいろしましたね、うん、そうでした。ただ本人はスタートして持つようにはなったけど、ちょっと道中はきついな、うん、あ、そうなんですね。だからちょっとここでね、まで、ね、まあ、調整してくればいい、うん、ただそんなこと言ったっていっぱいね、フォーカスしないで、はい、あくまでも絞るとしてやっぱり赤坂選手、秋山選手、はい、大口選手への2、3着というのは本戦として出しました、はい、ちょっとね2と6も気になるけど、ここを絞るならということで1番からですよね、まあ、絞っているようであまり絞ってはないんですけどね6点ですから、はい、上げていただきました。さあ今日の注目レーサーなんですが、第11レースに出場いたします長溝和樹選手、一気に逃げるということは かけていただいたんですかね、長溝選手ね、まあ、はい、選手はいい気になるんですこれですね、はい、はい、ありがとうございます。以上6点フォーカス上げていただきました。ぜひ皆様予想の参考にされてお楽しみください。さあそれでは長谷さん、続いてのコーナー参りたいと思います。せーの、困った時の長谷田の実。さあ今節一発目の困った時の長谷田の実なんですが、さあ昨日はですね満州決着2本と結構腹の、ね、あったレースがあったんですが、ですよね、で、さんさっきねオープニングでね、うん、今日初日はインギが6本はい、そうでした。でもねやっぱり見てると思うで、やっぱり後半レースで7レース以降とかにやっぱり1号艇がしっかりしてる番組が多いようで、やっぱ前半はちょっとね荒れてるような感じがしますけどね、うん、そうだったんですよ。さあ今日はそのことも踏まえてどのレースを上げていただいたんでしょうか、そちらのフリップをご覧いただきましょう。さあ今日の困った時の長谷田の実、第9レースを上げていただきました。普通ならいつものね見てる方ならわかるけど、はい、本来ならまあ本戦の買い目があって、うん、はい、そこからいや狙い目行きましょうかっていうところですけど、なんかちょっと今回ちょっと違うんですよね。間違い、大丈夫ですか、間違えてないですよね、狙い目しかないんですよ、ね、あのね本来ならというか、はい、まあ、1号艇の松尾選手をね本命にして、うん、まあ、印でいったら、まあ、打って、はい、まあ、ここは松尾選手が本命だから1から変えましょうかね、はい、そして狙い目ですよっていうところなんですけどね、うん、そうなんですよね、ちょっといろいろとね諸事情があってね、いやいやいろいろとあったんですか、あの3着はちょっとね混戦の番組のような気がしたんでね、いろいろと流したいという気持ちがあったんで、はい、もうじゃあもう本戦からもう狙い目と本戦同じにしようと思ったんですよなるほど、そうなったんですね。だけど松尾選手1年間インの1着って 78% もあるんですよ、高いですよね、高いですよね。でそれなのに僕もなんか新人もなんか、はい、小畑さんとか行かなかったら枠慣れなそうなんですけどね、うん、はい、ただ松尾さん昨日は5着6着まあちょっとまあメンバー的にまあ前半はね枠番が遠いともあったし、うん、昨日は12レース4号艇ちょっとね、はい、位置もいいけどなかなかみんながスタート行ったんでね出番がなかったような気がする、うん、そうでした。ただ船足としては普通くらいなのかな、ここはね、はい、ちょっともう書いてますけど、はい、さんさんと輝く船足がこの33号で松本選手なんですよ、はい、今節はまだね、うん、モーター番号順というか出てるんですけどね、はい、意外とコース上記が多いんですよ、ね、さっき冒頭でねおっしゃってくれてた、でもコース上記が多いイコール低長期との差がすごいんですよ、あ、やっぱり気力の差は目に見えて、ここ単純にキレキレ言うと松本選手がダントツ、はい、そうなんですね。後のね5人はね、はい、そう大したことないこれモーターなんですよ、あ、じゃあ頭一つ抜けてるのが抜けてる3号艇の松本選手ですね。だからでもこれ33号艇がこう33ですからね、はい、33っていうのはこのそう、そしたら3号艇ですからね、3続きですよね、そしたらあの松本さんですからね、まあ、そうですね3までつけると。でも昨日満州出たレースは松本選手が2コースからまくったレースなんですよ。そうでしたね、6レースであれね、スタートしてから外の選手を捕まえて、うん、まくりが飛んだと思ったバックでぐいっと
やっぱこれいいモーターだな。ナーシュの良さが光ってましたよね。この33号で、ね、前回は実は長尾京志郎選手がね、はい、順位で転覆したんですよ。そうでした。どうなのかな、うん、心配したよ。心配いらなかったですね。心配ナイスナイス言おうとした。よかったです。かぶらなくて。私の勝手な確認、はい、いいモーターは簡単には壊れない、はい、だから松本選手33号いいと思います。ここはね、はい、A 級選手、A1、A2 あるのかで B1 の松本選手を本命したというのは、それだけ僕の中ではモーターがいい、船橋がいいと思っているので、うん、思い切って本命にしました。モーター重視で松本選手を本命。そしてやっぱ角から攻める吉田選手ね、はい、3がまくっていけばいい位置だし、そうですね、もしかしたら4が、ね、自分で行くかもしれない、うんうん、その時もでも3がモーターで残すかなと思ったので、はい、3、4、4、3を折り返しましょうか。はい、で小畑選手はね、これキレキは悪いけど、うん、本人はそこまで悪くない、まあ、レース的に雰囲気はありますよ、はい、ということで、まあ、ゴーマース、うん、で松尾選手もスタート早いんでね、先に回って残すかなと思ったんで、なるほど。だから前作の3着は長谷川選手も6号で花本選手も気になるので、うん、はい、前にしたかった。なるほど。点数が多かったんで、もう狙い目にしましょう。あ、なるほどですね。この2と6もちょっと前のとこに絡んでくれたら、ちょっと配当も。そうですね。だからちょっとね、今節今日も基本的にこのコーナーというのはもう気力重視なのでね、うん、1月来ないように3月付き抜けていただければと思って出しました。はい、わかりました。ありがとうございます、はい、さあということで、今日の困った時の長谷川宮狙い目に絞ってということで、3番、うん、4番から折り返しの3着が流し、そして3号流し、31流し、もうここは点数数えずにそのまま行きたいと思います。あ、僕は基本的に穴党なんでね。そうですね、流せが鉄板です。私は手、あ、そう、3着は流せ、はい、ということでこのように予想いただきましたので、ぜひ皆様予想の参考にされてお楽しみください。本日も毎日展望をお付き合いしていただきましたのは、スポーツ報知の長谷明憲記者でした。長谷さん、本日もありがとうございました。ありがとうございました。